永遠に感情を胸にしまい込んでおくことはできない海岸通りを歩いて行くと君の部屋が見える若かったの頃は夢は思い通りで何でもできると思っていたしているみたいに別々の道をこのまま二人も会えないのかなもうさよならだね君との触れ合いささやかな約束もしそこで待っていてくれなかったら桜地に行くようにそれを答えだと思うささえあたり時には反発しあたりで先のことを口に出すのが怖かった